三幸次郎1月20日昭和20年8月6日は日本の検察官、政治家、検事総長、貴族院議員、佐賀県出身、明治法律学校を経て1904年東京帝国大学に入学し、卒業、司法省人事局長、東京高訴院検事長などを歴任し、1935年検事総長となる。 1936年に2.26事件が起こった日に登場せずに待ち合い、梅の井に身を潜めたことについて、東京区県知見県事が県事総長段外に立ち上がり、少々県事約50人が総長辞職を求める連番状が取りまとめられた。この影響もあり、同年12月に退官した。1939年貴族院議員。1945年死去。 父親は、佐賀県氏族の三行久七。長女久の夫は、泊竹春。に女法の夫は、早稲田大学教授の田崎雄吉。友吉は、日本のゴム製造の講師である三電土ゴムの共同創業者、田崎田ダーツの長男で、ゴムの科学などを表した。また、高校の長男、小飛の妻、宮子は、証券会社。 もちづ彦とひこ商店創業者で、東京株式取引所一般取引員、組合委員長、日本製工会長や、高砂ゴム工業会長などを務めた、もちづ彦とひこと、妻、まさの長女である。ありがとうございます。